ANA は12月から週5便、フライングホヌの定期便を就航しています。 ANA のハワイへの思いが詰まったこのウミガメをデザインした特別な飛行機は、ハワイへの旅をより素晴らしいものにしてくれます。日本への入国もだいぶ、基準が緩くなってですね、皆さんある程度自由に行き来できるような環境が整ってきました。我々も飛行機の本数を徐々に増やしながら、年末はホヌの A380 をですね、デイリー運航する等でお座席をですね、増やしていますので、ぜひハワイに戻ってきていただきたいと思います。私は今ワイキキシェルにやってきました。本日こちらでは ANA による素晴らしい音楽イベントが開催されています。ハワイ語で音楽祭を意味するアハメレ。このイベントには音楽を通じてハワイの文化や環境を守りたいという ANA の思いが込められています。パンデミックの期間、いろいろなものが改善されたり綺麗になったというふうに聞いています。我々は日本からのお客様をお運びするのが仕事ですけれども、当然ローカルコミュニティを大切にしなければ観光地として永続しませんので、我々としてはその現地に何か還元できるアクティビティをイベントの中でやっていこうと思って、今回のイベントにつなげています。ANA が行っているアハメレはハワイの文化自然を守りたいという思いが込められていて、今年から始まりました。イベントの中にもハワイの自然や文化を守るという思いを込めさせてもらっています。食事のイベントは ANA グループの社員が行っているんですけれども、こちらは2019年からやっているものです。もう一つがこの音楽イベントで、午前中は辻井さんの音楽教室、午後は関口さんのウクレレピクニックコンサートということでやっているものです。特にウクレレに関しては幅広い年齢の方にお楽しみいただけますので、我々としても今後もウクレレの伝承だとかハワイアンミュージックの伝承をですね、一緒にやっていきたいというふうに思っています。ANA が大切に守り続けるお客様への素晴らしいサービス、そして美しいハワイの自然や文化。皆さんも ANA での旅を通じてハワイの素晴らしさをより感じてみませんか？